はい、というわけでここまで動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日からね、ついにリーグ戦が開幕したということでね。はい、本当は僕は今日プリンス東海、2試合ね、見に行く予定だったんですけど、なんか最近ちょっとバタバタしていたり、動画作成に集中していたりして、今日本当はプリンス東海2試合行こうと思ったんだけど、つい忘れちゃって行けなかったんですよね。もう本当に残念でね、今もまだ気持ちをちょっと吐きそうなぐらいね、ちょっとショックなんですけど、はい、それはさておき、はい、去年からずっとやってきたこの2020年度高校年代 SNS 紹介がね、今日をもって、完結したということで、もう長かったですね、本当にもう。はい、で本当もう去年の、ね、終わりぐらいからずっと3年生のを中心にちょっと出してきたんで、ちょっと1、2年生をね、あんま紹介しなかったんでね、これからどんどん新2年生、新3年生をね、どんどん紹介していこうと思います。新1年生もね、紹介していこうと思うんですけど、はい、高校サッカーフジチャンネルをご覧いただきありがとうございます。次回もぜひご覧ください。